19日行動、6時半の開始に先駆けてプレコンサートを、始めていきたいと思います。それでは、成戸さんよろしくお願いいたします。こんばんは。あ、皆さんこんばんは、紹介いただきました、成蔵です。もうすっかり日が短くなって暗くなってしまいましたね、はい、5つ猛暑は相変わらず続いているという皆さん連日の行動だと思います。皆さんお疲れ様です。では集会が始まる前の時間、どうぞ音楽にお付き合いください。よろしくお願いいたします。では最初の曲です。この曲は美空ひばりさんが歌った曲です。広島平和音楽祭というのが過去にあったらしいんですけど、1975年に第1回の大会でそこで初めて美空ひばりさんが歌った曲です、はい、一本の鉛筆という曲です。
続きまして、次はもう最後の曲になってしまいました。この曲で、プレコンサートを終わっていきたいと思います。この曲、死んだ男の残したものは、
それでは改めまして、こんばんは。これで94回目の19日行動になるそうです。国会議員会館前での行動を始めていきたいと思います。まず主催者挨拶として、普及場パースナーの志山さん、よろしくお願いいたします。大夏の日になられている仲間の皆さん、こんばんは。主催者挨拶をいたします。球場パースナー実行委員会の石山奈穂子です。連日9月になっても本当に暑い日が続いています。昨日も代々木公園でさよなら原発集会を行われていて、参加された方も多くいらっしゃると思います。連日の行動に本当にお疲れ様です。今年の暑さは本当に尋常じゃありませんでした。皆さんも辛い思いをされたのではないでしょうか。連日熱中症で倒れる方が続出し、農作物にも深刻な影響が出ており、100年に一度の暑さだと言われていました。このような気候危機を前にした時代に生きる私たちは、目先の利益ばかり追求するのではなく、地球人類的観点から考え行動することが求められています。具体的には気象問題だけではなく、戦争の根絶、核兵器、原発の廃止、格差、差別の廃絶など、私たちの未来をかけた人類的な課題として全力で取り組むことが求められています。にもかかわらず、日本政府は一体何をしているのかといえば、原発汚染水を海に放出し、再び沖縄を戦場にすることを前提とした沖縄南西諸島へのミサイル実戦配備、突出した防衛予算の増額と、そのための増税の画策、さらには金をかけてミサイルを並べるだけではダメだ、使って戦う覚悟を持てとの麻生発言があり、急速に戦争の準備が進められています。彼らは英霊だの御霊だの言って利用しておきながら、戦死者のもう戦争は二度と繰り返したくないという思いを踏みにじっています。そして沖縄の民意を踏みにじり、関東大震災での在日朝鮮人、中国人を踏みにじり、福島原発事故の被災者や漁民を踏みにじっています。そして今を生きる私たちの未来を踏みにじろうとしています。私たちは大人の責任として、この政府の暴挙を絶対に許してはなりません。皆さん、8年前の今日思い出してください。前夜から激しく降りしきる雨と雷の中、私たちはこの国会前で会員室に腰をかけながら、雨宿りをしながら、この場所で一夜を過ごし、そして9月19日の今日朝方、雨が止んで晴れ渡る秋空が広がる朝、国会専門人前に集まり、この戦争法を必ず廃止するための戦いを今日から始めようと皆さんで決意し合った日です。8年間の間に2000万人署名や3000万人署名と大きな署名行動を行い、市民連合ができて各地の選挙を頑張り合ったり、時には希望の党が出現して大騒ぎになったり、それでも立憲民主党が立ち上がり、また持ち直したり、コロナというウイルスによって憲法集会をオンライン併用で開催したり、この19日行動を少人数で開催したこともありました。去年にはあの戦争法を強行した張本人であった安倍晋三氏が、自らが関係していたカルト集団統一教会の犠牲者によって殺害され、長年安倍政治と戦ってきた私たちにとって衝撃的な1年となりました。その後、口だけの決断と実行だった岸田首相が唯一国葬を決断と実行したため、全国的な国葬反対の運動に私たちは取り組み、安倍元首相が死んだからといって数々の安倍政治の悪性までもがなかったことになってはならないという声が全国津々浦々に広がりました。この時の国葬反対の市民は 70% にも上りました。8年間どんな状
京にあっても毎月19日にはこの国会議員会館前や国会専門前に集まり、私たちはこれからの未来のために声を上げてきました。何度も改憲の危機にあってきた憲法を未だ一文字も変えさせてこなかったのは、この国会前や今同時に全国で取り組まれている19日行動に集まる私たちの力ではないでしょうか。まずは長年にわたる私たちの戦いを今ここで称え合いたいと思います。そして来たる秋の戦い、そしていつあるか分かりませんけれども総選挙、本当に重要な戦いになると思います。かつてない憲法の危機です。私たちは絶対に憲法を変えさせない、その決意を今日9月19日、本当に悔しい思いした9月19日、今日もう一度皆さんと思いを新たにしたいと思います。絶対に憲法を変えさせない、そのために共に頑張りましょう。それでは続いて政党からの挨拶に移っていきたいと思いますが、一つもう一度アナウンスさせてください。今日もですね、だいぶ気温は下がりましたが、残暑の続く中です。体調の異変やですね、具合の悪い方はぜひですね、スタッフにお声掛けいただいて、ステージの裏にですね、医療関係者の方が詰めていただいてますので、何かありましたらすぐお声掛けください。よろしくお願いします。それでは到着順に、国会議員の方をご案内をいたします。それでは社会民主党の参議院議員、福島瑞穂さん、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。いつもありがとうございます。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党党首、参議院議員、福島瑞穂です。9月19日忘れることができません。戦争法が強行成立した日です。憲法違反の戦争法など私たちは認めない。これを廃案にするためにも一緒に頑張っていこうではありませんか。岸田内閣が新たに組閣をしました。皆さんどう見ていらっしゃいますか。暴走大臣、まさにマイナ保険証を強行しようとしている河野大臣、汚染水の放出を強行した西村大臣、そして高市早苗さん、そして朝鮮人の中国人虐殺についてそれを裏付ける記録はないという官房長官、ひどい人ばかり見事に残っているではないでしょうか。そしてこれはまさに総理による総理のための内向き延命内閣でしかありません。国民の声など聞いておりません。皆さんどうですか。こんな内閣認めない。そして本当に驚きました。副大臣そして政務官合わせて54名、女性が一人もおりません。戦前の帝国議会かと思いました。女のいない政治、まさに女性が被選挙権を持っていなかった時と同じじゃないですか。岸田内閣は政治に関心がありません。岸田内閣は国民の生活に関心がありません。ジェンダー平等に対する思いも配慮も一切ありません。皆さんこんな内閣一緒に倒していこうではありませんか。こんな内閣認めない、そんな声を大きく上げていこうではありませんか。皆さん生活が本当に苦しい、でも大企業、輸出大企業のためだけ政治をやっていて、経団連会長は消費税増税まで言及しています。こんな国民の生活を無視して軍拡大増税をやる、そして防衛強化法案、まさに軍需産業国有化することができる、こんな法案法律整理してしまいましたが、まさに経済財政の面からの軍事化を私たちはストップしていこうではありませんか。公共性がぶっ壊れてますよ。自民党は国鉄分割民営、郵政民営化、そして公立病院統廃合、水道の民営化法すら成立をしました。なんで採算の取れない軍需産業国有化なんですか。
そんなんだったら地方で苦しんでいるまさに公立病院こそ応援をすべきではないでしょうか。政治は人々を応援するためにあるにもかかわらず人々を応援していません。皆さん、殺傷能力のある武器の輸出止めていきましょうよ。こんなに軍拡大増税ありえないですよ。軍需産業の国有化など私たちは認めない、そんな声を大きく上げていこうではありませんか。9月1日は関東大震災、これから100年目を迎えました。朝鮮人、中国人の人たちの大量虐殺、これを絶対に、これをきちっと歴史に向かい合い、差別排外主義を私たちは克服し、なくしていこうではありませんか。そして福島みずほは思います。戒厳令の問題です。中国の社会運動家王岐天さんが軍によって虐殺されたのは9月12日、大杉栄さん、伊藤野枝さん、立花総一さんが殺されたのは9月16日です。震災ともう関係なく戒厳令下のまた元でまさに治安弾圧がなされたのではないでしょうか。戒厳令が敷かれたためにまさに抑留交流ができる朝鮮人、中国人の人たちに対する大量虐殺の原因にもこの戒厳令はなったと言われています。で、自民党の緊急事態条項です。これ認めちゃダメですよ。内閣限りで政令、法律と同じ効力を持つ政令を作ることができる。国会の停止、民主主義の停止、まさにそれをやろうとしている緊急事態条項はまさに戒厳令です。人々を弾圧する軍が出てくる、こんな緊急事態条項、基本的人権の制限を許さない、憲法改悪をさせない、憲法改悪の法律は私たち廃止していく、そのことを胸に再び一緒に刻む9月19日にしようではありませんか。憲法が生きる、憲法を生かす、平和が大事、戦争をさせない、そのために全力を挙げるとお誓い申し上げ、皆さんへの心からの挨拶といたします。戦争法廃止、戦争させない、頑張っていきましょう。ありがとうございます。福島さん、ありがとうございました。それでは続きまして、立憲民主党の参議院議員、杉尾秀哉さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました立憲民主党参議院議員の杉尾秀哉と申します。19日行動、今なお暑さが残る中、こんなに多くの皆さんが国会前に詰めかけていただき本当にありがとうございます。そしてご苦労様です。私、去年の参議院選挙で2期目の議席を皆様からお与えいただきました。1期目は2016年、市民と野党の共闘、あの大きなうねりのまさに原点となったのがこの2015年9月19日の安保法の成立です。私はその時テレビでニュースの仕事をしておりました。ニュース解説の仕事をしておりました。国会に本当に多くの何万人という市民の皆さんが詰めかけて、あの安保法制に心から反対の声を上げた。この国の姿が変わるんじゃないか、戦争できない国が戦争できる国になるんじゃないか、あの皆さんの姿を見て、私はテレビで傍観をして解説をしている場合じゃない、私も国会の場で皆さんと共に連帯して戦おう、その決意を固めたのが8年前の9月の19日でした。あれから
安倍政権、菅政権、そして岸田政権、総理大臣は3人変わりました。あの安倍さんは強靭に倒れた悲劇、そして岸田さんになって皆さん、あの安倍政権の暴政、どれだけ改善されましたか。もっとひどくなってるんじゃないですか。皆さん、聞く力はどこに行ったんですか。所得倍増計画どこに行ったんですか。そして新しい資本主義なんですか。あれは新しくも何ともない、強いものをより強く、そして弱いもの、戸惑いもの、小さなものをますます厳しい立場に追いやっているのが今の岸田政権じゃないでしょうか。皆さん、私たちはこういう政治を変えなきゃいけないんですよ。いくら内閣改造でごまかそうとしても、国民の目、市民の目はごまかせない。現に支持率落ちてるじゃないですか。自民党を支持している富士三景グループだって落ちてるんですよ。皆さん、当たり前ですよ。国民のためになること何にもやってない。この間に岸田政権何やりましたか。敵基地攻撃能力、そして防衛予算5年間43兆円、原発回帰政策、そして汚染水処理水のあの海洋放出の問題、さらには私たちも委員会で戦いました。保険証の廃止、マイナンバーカードの強制、そしてさらには改憲に向けた動き、私も憲法審査会の野党筆頭幹事として精一杯戦いましたけれども、本当に今厳しい状況、皆さん今こそあの8年前の熱気を思い出そうじゃないですか。そして決めすぎる政治、決められない政治から何でもかんでも閣議決定で決めすぎてしまう政治のあり方、変えていきましょう。そして皆さんが何を声を上げても、どうせ時間が経てば国民は忘れてくれる、無駄なんだ、こうした諦めさせる政治、皆さんで変えていこうじゃないですか。我々は絶対に諦めない。そして市民の皆さんと連帯をしている限り、私たちの戦いは孤独ではない。どうか皆さん、共に今の政治を市民の手、国民の手、まっとうな政治に取り戻していきましょう。そのことを本日はお伝えをして、私参議院議員杉尾秀哉よりの連帯のご挨拶をさせていただきます。皆さん共に引き続き頑張ってまいりましょう。本日はありがとうございました。杉尾さん、ありがとうございました。続いて、共産党参議院議員の田村智子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました四共産党の田村智子です。安保法制標高成立から8年目の 9.19 行動となりました。改めて私も8年前を思い起こしています。一つはあの時、安保法制の審議の時、私たちが戦争法と言った時に、戦争になんかならないよ、こうやって自民党の人たち、この安保法制を押し通そうとする人たちは言い続けました。そして集団的自衛権の行使、一体何をやるのか、ホルムズ海峡だって言ったんじゃないですか。この国会審議の時にも、実は質問の中では敵基地攻撃能力、これも集団的自衛権で可能になるのではないのか、こういう質問はありました。その時政府側はどういう答弁をしているのか、理論上はあり得るが、日本は敵基地攻撃を、その能力を持っていない、保有していないので、想定していない、そういう答弁だったんじゃないでしょうか。それから8年、この安保法制の危険性というのは
本当に明らかになったと思います。先ほど杉尾議員から閣議決定一つでってお話がありましたけれど、本当にね、閣議決定一つでこの安保法制の時の国会審議さえひっくり返したんですよ。敵基地攻撃能力の保有、これは想定していないだったんじゃないんですか。日本の国から相手の国をミサイルで攻撃する、こんなことはありえないというのが8年前の政府の答弁だったのではないでしょうか。この戦争法が強行されればそれすら踏みにじられていくんです。今岸田政権が進めていることがまさに安保法制、戦争法の一番の狙いだったということがもはや明らかではないでしょうか。戦争する国作らせるわけにはいきません。日本がどこも攻撃されていないのに、今も中国包囲網だと言って日本をアメリカのミサイル戦略に組み込んで、どんどんミサイルが置かれていく。そのミサイルはいつどういう時発射されるのか、在日米軍が何らかの軍事行動を日本周辺で起こせばそれは存立危機って言うでしょう。だって在日米軍の本拠地は日本にあるわけですから。存立危機だ、日本はどこも攻撃されていない、だけど日本からもミサイル攻撃だ、そんなことになればこの日本が戦火にまみえる、戦場と化すことは誰が考えたって明らかなことです。こんな危険な道だということが今じわりじわりと国民の皆さんの中にも分かり始めていると思うんですね。今そこに南西諸島のミサイル配備反対と横断幕にも書かれていますけれども、まさにミサイル配備が、その工事が行われている南西諸島ではこんなはずではなかったっていう声が様々に聞こえてくるんですよ。例えば石垣島、自衛隊の基地を置けば若い人の人口が増えるだろうと思っていた。ところがただ自衛隊の基地だけじゃない、ミサイル攻撃するための基地、こんなことが行われて、そして戦争になった時の避難訓練まで島の中で行われたら、逆に若い人たちがこの島を出て行ってしまうという、こういう不安に苛まれる事態になっています。今こそ平和は諦めない、平和を守るのはミサイルじゃないやと、本当にこの憲法を生かしたですね、守れ憲法です、憲法を生かした平和の外交だという声を私たちも高らかに上げていきたいと思います。この8年間、世界の中もこの日本の中も平和に向けた大きな努力、大きな前進はいくつも作られてきたと思います。その一つが核兵器禁止条約ですよね。抑止力の最たるもの、ミサイルで脅せば平和になるの、この行き着く先はまさに核抑止ですよね。いつだって核兵器を持ってるから核兵器で攻撃することができるんだぞと相手を脅すことが平和の保障だと、こういう核抑止という立場が今ロシアが、核を持つ国として許されてきたロシアがその核兵器を使うぞと言って脅すに至って、もう核抑止はダメだと、核兵器の廃絶だという声が世界の中にもこの日本の中にもどんどん大きく広がっていると思うんです。核兵器を持たない小さな国々が作った核兵器禁止条約、その仲間入りをする国がどんどん広がってます。オブザーバー参加だと言って、NATO の加盟国もこの会議にも参加をするようにもなってきています。締約国会議ですね。日本がどうするのか、この世界の流れの中で日本がどうするのかが問われています。広島市長も長崎市長も核抑止ではダメだ、核兵器禁止条約の仲間入りをすべきだと宣言をしました。岸田政権がどうするのかと私たちが追い詰めていく新たな世論と運動、どうしても大きく広げていきたいと思います。今日9月19日は、8年前9月19日は私たち日本共産党、市民と野党の共闘を大きく前に進める決断をした日でもあります。安保法制が強行されたことは悔しいけれど、市民と野党の共闘を前に進めるんだというその決意が皆さんの中にも広がった、
そういう記念日でもあるんじゃないでしょうか。私たち8年前、選挙協力も含めて安保法制廃止する、そういう政府を作るために大きく野党の共闘、市民と野党の共闘を広げようと、こういうことを呼びかけました。この8年間、本当に全国各地でその努力が行われ続けてきたと思うんです。2021年総選挙では政権交代を呼びかけるところまで本当に野党共闘を進むことができました。この共闘は決して失敗などしていない。暮らしが押しつぶされるような物価高騰や、その中でも暮らしを応援する施策を全くやろうとしない岸田政権に怒りの声が広がり、インボイス中止、その声を求めて新たな共闘が国会を取り巻く事態にもなっています。健康保険証廃止、そんなこと許せるか、この声も大きな国民の世論となって岸田政権を追い詰めています。解散したくてもできないというぐらいにまで追い詰めてきたんじゃないでしょうか。皆さん、市民と野党の共闘、この8年の節目の年にもっと前に進めようという決意を共に固めようではありませんか。政治を変えられたくない、憲法を変えようという勢力を追い詰める、大きな大きな共同を広げていく、そのために私たち日本共産党も全力で頑張る、このことをお誓いいたしまして、私田村智子からのメッセージといたします。どうもありがとうございました。共に頑張りましょう。市民の野党もまとまるぞ。ありがとうございました、田村さん、ありがとうございます、そしてですね、沖縄の風からメッセージが届いていますので代読をさせていただきます。はい、さあ、参議院会派沖縄の風の伊波洋一です。沖縄の風は沖縄の未来と県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高田哲美議員と私とで、活動しています。本日は県内の取り組みに出席しております。9月4日最高裁は地方自治の本旨を無視して辺野古新基地建設をめぐる沖縄県知事の設計変更不承認に対する国の違法な是正指示を適法とする不当判決を下しました。私たちは沖縄県民は、これに全力で抗議するとともに県の不承認を支持し、最後まで戦い抜く決意です。本土の皆さんにもぜひ辺野古新基地建設反対の動きにご注目をお願いいたします。岸田政権は安保3文書を閣議決定し、5年で43兆円、高年度負担も含めると計60兆円を軍事費に充てるとし、不足する毎年1兆円を増税することを目論んでいます。専守防衛は先の大戦で敗戦、侵略と植民地支配への反省を踏まえ、憲法9条に照らして日本は攻撃的な政策を取らないことを示してきました。安倍安保法制と、敵基地攻撃能力により岸田政権はこの専守防衛を打ち捨てようとしています。台湾有事は日本有事ではありません。台湾有事に日本が軍事的に関与すれば、米国はあくまでもウクライナ型の支援にとどまり、沖縄ばかりだけではなく、日本全土が戦場となり、自衛隊と日本国民が全てが被害を引き受けることになります。日本は外交で憲法9条でや日中の4つの基本文書を活用し、アジアと EU で米中の緊張緩和を図るべきです。違憲の安保法制を廃止し、今こそ平和主義、平和的生存権を保障した日本国憲法を生かし、外交を中心とする安全保障政策に転換させましょう。沖縄の風も市民とともに全ての立憲野党で協力して国会内外で訴えていきます。共に頑張りましょう、というメッセージです。このお三方、そしてメッセージも届きましたけれども、立憲野党の皆さんも共に頑張る決意を先ほど表明されていたと思います。私たちも市民も野党も一緒になって、この違憲違法な、法制すべて廃止するまで頑張るという決意を込めて、共に頑張る決意を込めて拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ですね、8年ということが、皆さんからおっしゃられていて、私も9月19日、8年前のですね、朝の集会で司会をしていたことを思い出しました。8年経ちました。私はシワが増えて、そして健康診断では血圧が徐々に上がっているというふうに指摘をされています。皆さんも一つ二つ、持病も増えたりしたんではないでしょうか。早く親子組になりたい。19日行動をやらなくていい社会を作る。でもそのためにはまだまだこの19日行動に代表される私たちのつながりがまだまだ求められているんだと思います。この創価会行動をさらに大きくするために皆さんのご協力が必要です。仲間が、袋を持ってですね、ピンクの袋などを持って回っておりますので、ぜひカンパをよろしくお願いします。なるべく早いうちに19日行動なんかしない社会を作るためにもぜひよろしくお願いいたします。韓国からもメッセージが届いていますので代読をさせていただきます。韓国のアジア平和歴史教育連帯から、東アジアの平和実現のために戦っている日本の皆さんに連帯の挨拶を申し上げます。現在東アジアは小さな衝突が全面戦争に拡大してもおかしくないほど危険な状態になっています。日本政府は敵基地攻撃能力の保有を宣言し、平和憲法の足かせを取り外して軍事大国化に向かっています。韓国の尹政権もまた米国の核戦力資産を朝鮮半島の周辺に配置し、日米韓の軍事協力を強化しています。日韓両国政府が語る未来のどこにも東アジアの平和と私たちの安全は存在しません。軍備拡張に死活をかけた日韓政府に私たちの未来を任せることができません。今年は関東大震災、そして大虐殺100年、朝鮮戦争の冷戦から70年を迎える年です。日韓市民社会は人間の尊厳を回復するため、関東大震災時の大虐殺の、真相究明、市民の連帯強化、平和への道を切り開いてきました。私たちの協力こそ敵対と対立に亀裂を加えることができ、私たちの連帯こそ歴史の定義を明らかにしてきました。暴力の歴史を反省し、和解と平和を実現してきた日韓社会の連帯をより一層信じて強化するときです。あらゆる敵対や差別、戦争に反対し、平和を実現するためにも、韓国で力強く戦います。9月11日、日韓平和和解と平和プラットフォーム、アジア平和と歴史教育連帯からということです。ありがとうございます。それでは市民の発言に移っていきたいと思います。まずはじめに、安保法制違憲訴訟全国ネットワークの事務局長、杉浦ひとみさん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。安保法制違憲訴訟の弁護団の杉浦ひとみです。安保法制が強行採決されたあの雨の夜半、忘れることはありません。8年目の正月命日です。命日になってしまったのはこの国の憲法だったのか、それくらいに今悲壮感を持っています。2015年の安保法制制定後1年経て、2016年から安保法制の違憲を訴える裁判が22の都道府県25の裁判で起こされました。原告は7000を超え、弁護団は延べ1700人を上りました。この安保法制ができたことで戦争する国になることの引き金が引かれた。その当時も私たちはそう思いました。ただその後のこの国の動きを見ると、やはりあの時にこの国が戦争になる引き金が引かれた、こう思わざるを得ないことがたくさん積み重なってきました。沖縄はじめ南西諸島に基地が作られ、自衛隊が駐屯し弾薬が運び込まれています。
アメリカとの軍事訓練が中国とかの海域で繰り返され、周辺諸国の緊張は煽ります。安保法制で認められたアメリカの軍備、艦船等を守る武器等防護もすでに110回を超えています。これは非常に危険なことで、アメリカが今武器や艦船が危険だから攻撃しようと、そういう指示が出たら自衛隊は武器を使うことになります。一つ間違えば先制攻撃になり戦争になってしまいます。さらにこの週末には中国や北朝鮮の脅威に対応するため、アメリカ軍が近く在日宇宙軍を設置する方針だ、そんなことが情報に流れました。ここまで来てしまった、そんな思いです。この緊張関係の増す中で、偶然の出来事で本当に戦争が起こってしまう、そんな状態です。でもこの緊張、この危険はアメリカと一緒になってこの日本が作り出しているのではないでしょうか。朝鮮大学のイ・ビョンヒ教授はこう言います。軍事対立は常に鏡のようなものだ。日本が朝鮮や中国に対して脅威を感じ取っているとき、平壌や北京の人も日本の今の動きに脅威を感じているわけです。この脅威の連鎖をどうやって断ち切るかということに知恵を集めなければならない。その通りだと思います。また台湾を訪ねた知人が台湾有事のことを聞きました。中華民族は喧嘩はするが戦いはしない、そう一蹴されたということです。一方、世界に視野を向ければ GDP1 位だったアメリカはすでに中国にトップを譲り、30年後にはインドにも抜かれます。日本はインドネシアやブラジルにも抜かれる、そんな状態で欧米中心だった世界は変化しています。中国は中ロ関係で激しく対立してきたサウジアラビアとイランの関係正常化を水面下で仲介し、中東諸国の分断の危機から緊張の緩和につながる動きをしています。また中南米の左派政権が中国との結束を強めています。77カ国グループ G77 プラス中国、こういった新興国で形成する国連の枠組みは16日キューバの国で、共同声明を採択しました。中国は新興国にとって不公平な国際経済の秩序に批判を表明するとこう言っています。世界を俯瞰したときにアメリカしか見ていない日本の政治部門のこの偏狂なこの政府に、私たちはこの進路を委ねていいんでしょうか。今こそ憲法で番の番人である最高裁が判断を示す時だ、そんな時期だと思います。ところが9月6日、いち早く安保法制違憲訴訟の上告をした東京の裁判に対し、最高裁は憲法判断はしないという門前払いの判断をしました。この国の行方を真剣に考えることを放棄しました。最高裁をお前のかという落胆の思いです。ですがこの国を諦めるわけにはいきません。子どもたちに戦争をする国を残すわけにはいきません。当初この裁判に一歩引いていた長谷部教授や石川健二教授も証人に立ってくださっています。政治を変えるために最後は三権のどこでもない主権者である私たちがこの国を戦争のない国にしなければいけないと思います。そのことが最高裁が勇気を持って憲法に従って判断をできる道です。今年初め、平和を求め軍拡を許さない女たちの会を立ち上げました。今このスカーフしています。ミサイルが鳩になるというモチーフのスカーフです。これを全国で広めて私たち女性の力をみんなのこの動きの中で強めていきたいと思っています。私たちはどんな形でもいい、この憲法を守ること、平和を守るためにいろんな形でネットワークでつながっていきたいと思います。私たちは諦めません。裁判もまだまだこれから続きます。最高裁の後押しを私たちはしていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。続いて安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合から福山慎吾さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ただいま紹介をされました
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合の福山であります。私も8年前思い出しております。率直に言ってそれまでの日本の平和運動、民主主義運動、憲法理念を実現する運動は皆さんご案内のように全部分裂をしておりました。分裂していたんでは絶対自公政権の憲法破壊の暴走を止めることはできない、絶対共闘しなければ、そういう思いで総がかり行動実行委員会はできてきたと思っています。そして今に至るまで皆さん方また私たちは頑張ってきました。しかし課題はまだまだいくつか残されています。皆さん方の力でぜひこの課題を克服をして自公政権の憲法破壊の暴走を止め、そして平和民主主義憲法理念が実現する社会を作っていただきたいと思います。お願いします。市民連合の方から簡単に提起をさせていただきたいと思います。先ほどから多くの方々が岸田自公政権の憲法破壊の悪行について提起をしてきました。軍拡大増税、そうです。また原発回帰もそうです。福島の海に放射線を放水するこのこともそうです。こんな自公政権絶対我々は許すわけにはいきません。みんなの力を合わせて何とか抗議をして止めたいと思います。この秋多くの市民団体がそれぞれの形でいろんな運動を準備をしています。総がかり行動委員会や球場の会は聞くところによると10月の1日、また11月の3日、そして19日の行動を連続してやるというふうに聞いています。ぜひみんなで結集しましょう。そしてまた市民連合もこの9月下旬フェミブリッジアクションということで女性の皆さんを中心にした運動を全国で展開すると言われております。ぜひそれにもみんなで参加をしたいと思います。もう一つの重要な戦いが衆議院選挙闘争です。この秋にも衆議院選挙があるかもしれないと言われています。岸田が憲法に違反する解散権を持っているからいつやるか分かりません。常識ではできないと思いますが、私たちとしては準備をしないわけにはいきません。きっちりと準備をしていく必要があると思います。市民連合は野党は共闘、そのスローガンのもとに戦ってきました。皆さんもご案内のように日本の現状の選挙制度は小選挙区比例の並立制であります。この選挙で野党が勝つには比例区はそれぞれの野党が頑張る、そして小選挙区はできる限り候補者を一本化して自公政権の候補と対決をする、これしかありません。与党の側は皆さんいろんな世論調査を見てると思いますが、まだまだ力を持っております。その上に自公できっちりと候補者を調整し、維新やらもう一応何たらの党も巻き込みながら野党に対して分断攻撃を仕掛けてきます。そんな中で野党がバラバラで戦ったんでは勝てるはずがありません。皆さんこれは分かるでしょう。僕は立憲にも共産にも
社民にも令和にも沖縄の風にもぜひそのことを分かってほしい、そしてぜひ野党共闘を作ってほしいと思っております。そして、現在の自公政権の支持率は先ほどもお話がありましたが、毎日新聞では支持が 26%、 支持が 68%、 あの読売でも支持が 35%、 支持が 50% です。こんな低支持率の自公政権が政権を維持するためには野党を分断するしかありません。そんなさまざまな彼らが仕掛けてくる攻撃に私たちとしても頑張り合いをして跳ね返していきたいと思います。9月の14日東京の新聞では多くの新聞が報道しましたので、市民連合主催で立憲野党の幹事長書記局長会議を行いました。残念ながら国民民主党は参加しませんでしたけれども、もうせっかくだから参加しませんよしませんでしたけれども、立憲の岡田、共産の小池、令和の串口、社民の服部、沖縄の風の高良さんが出席をしてくれました。その中の議論の中で大きな塊を作って、そして自公政権と対決することが必要だということでの基本合意ができたと私は確信をしております。次の段階へ私たちは行く必要があります。次の段階とは憲法を中心にして我々の側が目指す市民像を明らかにした政策合意を立憲野党とすることです。そしてその上で候補者調整を行うことであります。全国の市民連合の仲間たちが全力で頑張っています。皆さん方もぜひご支援をお願いをしたいと思います。ご案内のように岸田政権 50% の方々は支持はしていません。今回の内閣改造で彼の本性がまた明らかにされました。こんな岸田政権を絶対支持できない、そして従来の選挙で投票に行かなかった方々が 40% 近くいます。この支持層、投票に行かなかった市民を私たちの手で、私たちのみんなの力で自公政権に反対する野党共闘の候補に投票してもらう、そんな働きかけをぜひしたいと思います。今度の選挙で岸田政権の暴走を止めなければ、日本は米軍の軍事戦略のもと戦争する国へひた走ってしまいます。そんなことは絶対我々は許すわけにはいきません。今戦うことが、また戦わなければならないということが私たちの義務であることは皆さんもよく分かっていると思います。最後まで共に頑張り合いをしましょう。ありがとうございました。バイクバイク、ありがとうございました。続いて安保関連法に反対するママの会から長尾歌子さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました長尾歌子です。多くの方が今言いましたが、8年前2015年の9月19日あの安保関連法、戦争法が成立しました。まず最初に
変わらず国会前に集まってくださっている皆さん、また国会前には来ることができないけれど心を寄せてくださっている皆さんに心からの敬意と、また連帯、これからも一緒にやっていきましょうという思いをお伝えしたいと思います。昨年末には安保関連3文書が閣議決定されました。あの8年前の戦争法を廃止するどころか、どんどんそれを前に進めていく大軍拡を進めるようなひどい暴走ぶりです。シングルマザーや学生や非正規の皆さん、物価高に今生活に苦しんでいる皆さんのことを思うと、どうしてこんなに大軍拡するんだろう、しかも憲法に違反している違法の軍拡を続けていくんだろうと怒りしかありません。19日行動や2000万人署名、3万人署名、そういったことをはじめとするこの8年間の私たちの活動に逆ギレするかのような本当にひどい暴走ぶりです。でも今多くの方が言いましたが、この暴走ぶりを見て私たちは政治を、私たちの暮らしを諦めることはできません。絶対にできません。傍観者になることもできません。そして政治を変えたいと願う多くの市民の方が、改革とは名ばかりのそんな政党に騙されて第二自民党の日本維新の会やそういったところに流されていくことも決して見過ごすことができません。いつ総選挙が来てもいいように、市民と野党の共闘を私たちはバージョンアップしていく必要があると思っています。そんな中、先ほどもご紹介いただきましたが、市民連合の中の女性メンバーが中心となって9月下旬に緊急アクションを予定しています。それがフェミブリッジアクションです。男性に支持されたりお飾りに使われたりするのではなく、女性たちが考えて動いて訴えていく、そして政治を変えたいと願う一人一人と幅広く手をつないでいく女たちの架け橋、それがフェミブリッジです。岸山直子さんの造語です。具体的には9月23日から30日をフェミブリッジウィークとして、全国各地でフェミブリッジアクションを予定しています。今からでも3人でも5人でもフェミブリッジのプラカードを掲げて9月23日から30日にかけてのスタンディングを計画してください。プラカードなどは市民連合の X、Twitter で案内しています。12日には記者会見をしました。女性だから、女性なのに、最近は女性ならではと言われる社会、命や生活を大事にしない社会を変えるためには女性が声を上げよう、そして女性の声を受け止める市民と野党の共闘に希望を託そうというスピーチが相次ぎました。ミモザイエローに包まれた明るい、本当に明るい記者会見でした。この記者会見が参加した女性を、また全国の女性を元気づけています。ぜひ動画を紹介してますので見てください。また東京に来れる皆さんはウィークの初日23日14時午後2時から新宿駅東南口に集まってください。ミモーザイエローがテーマカラーです。ここには立憲民主党、日本共産党、社民党、そして令和新選組からも市民と共にスピーチをいただきます。この市民と野党の共闘をぜひ応援に来てください。このフェミブリッジアクションのプラカードは3枚用意しています。こちらにいる宮子さんがその言葉を取りまとめてくれました。私は本当に素敵な言葉だと思っているので紹介して最後締めたいと思います。1枚目、ジェンダー平等今すぐ。2枚目、やっぱり市民と野党の共闘で。3枚目、私が変える
政治を変える、誰かに頼むのではなくて私が変える、そういう思いを集めて安保関連法、そして安保関連3文書を廃止しましょう。平和な日本を守りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。すでに様々な方からですね、今後の、取り組みなども報告をされていますけれども、総務会として、今後の報道提起を、憲法共同センターの木下さんからお願いいたします。皆さんお疲れ様です。本日の参加者ですが、1100人の方々にお集まりいただきました。ありがとうございました。今日先ほどお話もありましたが、年内に解散総選挙の声も聞かれ始めています。臨時国会になってすぐ解散、もしくは補正予算を通してから解散などと言われていますが、どうなろうとも市民と野党の共闘でこの改憲勢力との真っ向勝負をといこうではありませんか。様々な取り組み満載の秋ですが、一つ一つの行動を成功させ、岸田政権の退陣、そして政権交代への確固たる道筋を作っていきましょう。当面の行動を提起します。まずは市民連合の取り組みですが、今ありましたフェミブリッジアクション、女性の声で、政治の改良は今週土曜日23日の午後2時から新宿駅東南口で行います。市民連合による初めての取り組みです。多くの皆さんの参加をお願いします。そして総当たり行動のウィメンズアクションは来週25日月曜日の6時から有楽町糸島前で行います。そして総当たり行動も同じく署名街頭宣言は9月の28日6時から新宿東南口です。そして先ほども言いました10月5日で木曜日は大軍拡反対、憲法改悪を止めよう救助の会大集会が19時から中野ゼロホールで開かれます。スピーチに田中優子さん、中野浩一さん、そして救助の会呼びかけ人の沢木久代さんもご挨拶されます。まだの品質が残っておりますので帰りにお持ちいただければと思います。そして臨時国会が10月16日、16日の週に、召集されると見込まれています。国会開会日は昼12時よりこの場所で開会日行動を行います。そして来月のここ19日行動は、6時半からこの同じ場所で行いますので、結集をお願いいたします。そして11月3日はつなごう憲法を生かす未来へ 11.3 憲法大行動を国会正門前で行います。本日出来立てのチラシを持ってきました。この後ステージ前でお配りしますので、ぜひ帰りにお持ちいただき広げていただきたいと思います。さて、総当たり19日行動も今日で先ほど言いましたが丸8年94回目を迎えました。安保法制、戦争法の戦いから沖縄課題、性差別の問題、そして入管法やマイナンバーなど広範な市民運動と結びつき広がってきたこと、この取り組みと広がりが改憲と戦争する国づくりへの暴走をなんとか食い止めてきたことと言えるのではないでしょうか。この運動をさらに大きくしていく必要があります。全国で憲法を守り、憲法を生かす未来への声を上げ、武器を売るのも買うのも許さず、決心のない平和な日本、核兵器のない世界、ロシアもウクライナからも即時撤退を求める取り組みを進めましょう。そして来たる総選挙では市民と野党の共闘で改憲勢力に審判を下し、
会見を許せないの声大きく示していこうではありませんか。そのためにお互い奮闘することを確認し合い今日の行動提起とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。おはようございます。それでは最後にですねコールを上げていきたいと思います。戦争反対、球場を壊すな、戦争反対、球場を壊すな、戦争法は今すぐ廃止、戦争法は今すぐ廃止、憲法違反の法律いらない、憲法違反の法律いらない、必ず廃止、敵基地攻撃能力いらない、敵基地攻撃能力いらない、軍事費倍増絶対反対、軍事費倍増絶対反対、武器の輸出絶対反対、武器の輸出絶対反対、原発推進絶対反対、原発推進絶対反対、人権破壊絶対反対、人権破壊絶対反対、辺野古新基地建設反対、辺野古新基地建設反対、マイナンバーを強制するな、マイナンバーを強制するな、強要するな、マイナンバーを強要するな、会見発議絶対反対、会見発議絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、緊急事態条項いらない、緊急事態条項いらない、憲法破壊絶対反対、憲法破壊絶対反対、岸田政権今すぐ退陣、岸田政権今すぐ退陣、今すぐ退陣、今すぐ退陣、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 憲法違反の戦争法廃止、そして会見発議阻止するまでみんな団結して頑張ろう、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 ありがとうございました。